今日もセリクぶちぎりマキピロ君とリオでございます。はい、ということで今回はですね、獣神化カイのキャラクター、はい、こちらの方の情報修正でどれほどぶっ壊れたのか、うん、これについてちょっとスポット当てていきたいんですが、中にはですね、ちょっと俺の中でちょっとこいつ大穴やなっていうキャラクターもいますので、それを皆さんにご紹介したいと思います。全力まずはですよ、うん、獣神化カイといえば、はい線形の書を使う必要がない。そうね。ということで、所持していれば、もう今回の情報修正の恩恵を自動的に受けるということになります。エコだね。あ、お前エコやな。うん、確かにな。使わんねんやな。うん。ということで、今回ですね、超バランス型の説明の方からしていきたいと思います。はい。まず一つが、ハートの効果 20% アップ、有利属性への攻撃力 20% アップ、属性効果のある友情の有利属性の威力が 20% アップ。はい。ということで、ここについてちょっと説明していきたいと思います。今言った2、3についてなんですけど、属性倍率の上にさらに上乗せされるっていう効果になります。これちょっとね、前の動画の時にね、はい、ありましたので。ややこしい。そうなんですよね。ちゅうことで、こうなります。有利属性の通常クエストの場合、属性倍率が 1.33、うん、これに超バランスの 1.20、これをかけるっていう形になります。うん3についてなんですけど、どういうことかというと、友情が属性的に有利であれば適用されます。うん、例題を挙げると、ロイゼ。はい、こちら光属性なんですが、うん、メイン友情がツイン反射レーザー EL4 の光。うん、で、サブ友情がなんと4反射分裂さ、こちら気属性になります。うん、ちゅうことで、水属性のクエストの場合、ロイゼはメイン友情に関しては超バランス型の方が適用されません。で、サブ友情に関しては適用されるという形になります。うん。そうだね。はい。うん、大丈夫ですか？水に対してやろ？そう。うん、わかるよ。うん。で、ちょっとした小ネタ。はい。エレメントエリア、エレメントポーションなどの属性倍率が高くなるものがあります。こういったものに関しては、さらに超バランス型の恩恵は大きくなります。で、情報修正前と情報修正後の比較を出してみました。属性効果アップのクエストではさらに倍率がアップしていくということになりますので、まあ図の方を見ていただけると分かると思うんですが、属性効果超絶アップの時にはもう意味が分からん状態になります。キラーです、これ完全に。うん。それぐらいね、差が出るということをまず把握しておいてください。ということで、はい、ここからはですね、各キャラクターにちょっとスポットを当てて説明していきたいと思います。はい。まず、ラーちゃん。はい。こちら、上がれた爆絶。これが属性効果アップになります。で、エレメントポーションが出るんです、ここ。うん、だから、情報修正前とは比べ物にならないぐらいの効果力が出ます。ゲージでカウンターキラーを持つために殴りが特に強い。おー、かわいい顔して。そうなんです。こいつね、結構ね、やばいと思いますよ。うん。ぜひともね、ラー持ってる人は、上がるとぶち込んでやってください。はい。爆豪ですね。はい。これ、コク。最近ありました。うん、またね、超重心祭の時に実装されると思うんですが、うんこちらの方は属性効果の方は通常なんですけど、エレメントエリアがあります。だから情報修正前とは比べ物にならないぐらいの効果力を叩き出します。だから難易度はだいぶ下がるかなと思う。うん。ちなみにですが、バサラもバランス型のため、バサラの優先順位は変わらないが、攻略は楽になるという形になります。なるほどね。そう、バサラもね、解放している場合であれば、バサラの方がやっぱ取った時に強くなっちゃう。なっちゃうか。なんだけどこれ書使わなくていいから。そうだね。持ってるだけでいいんですよね。エコだから。はい。バサラもね、なかなかね、当てるのに大変ですからね。6万円失いましたから。はい。ということで次のキャラクターいきます。はい。アテナ。アテナちゃん。はい。21の5区で主に活躍するんで、属性効果の方は超アップになります。で、アンチダメージボール 1.3 倍と友情ブースト M を持つため、情報修正の恩恵は非常に高くなります。で、メイン友情の方が、エナジーサークル L。これに対して友情ブースト M がかかってきて、ここにさらに属性効果超アップの分が加算されると。いうことで、もう友情火力もむちゃくちゃ高くなります。なかなかえぐいね。なかなかえぐいです、これ。ロイゼ、うん、これ30の極でね今は使われると思います、うん、属性効果来た超絶アップ、うん、闇属性の敵に対して与えるダメージが大幅に増えた上、サブ友情が貴属性のためあらやが出たとしても対応できる、うんうん、なんだけど、うん、ちょっとここで一つ CM 入れときます、うん、今回の情報修正であらやマラソン、あらまら、そうあらまら、私、うん、他のキャラクターに変更しました。ずっとロイゼを積んでましたが、他のキャラクターに変更しました。そのキャラクターの方がアラヤが出た時に圧倒的に強くなるから、でこちらに関してはまた後日動画の方を作りたいと思います、はい、ということで皆さんがモヤモヤした感じで次のキャラクター、カオル&シンジ、これ光属性の方です、うん、マーチゴージャスですね。これが属性効果超絶アップ、うんこれですね、レーザージェネレーターの火力に関しては弱点キラーを持つおにゃんこぽんを上回ります。ただ、友情が強くないので友情で雑魚処理のできるおにゃんこぽんやマルタの方が優先される。あれもうこれに関してはしょうがない。そうか。うん、ただコースをちゃんと分かってる人であれば使える。だからもうその日にさ持ってなかった人は、うん、これで堂々とマルチ入れるっちゅうだけや。ああそうね、うん、全然強いですから、うん、はいかっこ僕も強いですって書いとかないからね。どういうこと？だってさマルチ入れるって言うけどさ結局はなんかこう弾かれる場合だってあるじゃん。うんでも優先順位はやっぱおにゃんこぽんとかになるそうか、うん、でもおにゃんこぽん2体もいれば十分だからね、うん、うん、その中にこれついてもいいじゃんって思う。うん、うん入れたってぜひともじゃあマルチ入るんじゃなくてホーストーンになればいい。あ貼ればいいんだね。そうです自分がね、はいその時に、うん、このカオルシンジしかいないよっていう人はこれでどうと貼ればいいんですよ。そうね、うん、僕強いからって。そうそうそう次のキャラクター天使ウリエルです。こちらアガルタ、こちらが属性効果アップ、うん、なんですが、うん、これですねエレメントポーションが出るため情報修正前とは比べ物にならないくらいの効果力を叩き出します、うん、さっきも聞いたんだけどね、うん、これでメインサブ友情が光属性なので超バランス型の倍率が上乗せされると、うん、ウリエルがね、うん、また強くなりました。暴れますか。これはやばいです。普通に天使なのに暴れちゃう。悪天使やな。悪ではないけど、ほら浄化するんですよ。圧倒的な火力で。次のキャラクター、地獄ウリエル。はい、こちらイデア、うん、だと思います。主に使うのはゴーデツで、属性効果超アップになります。うんで弱点パワーアップパネルがあるため恩恵が大きくなります、うん、ルーチをパネルを踏まずにワンパンする強化ラインが大幅に下がった。これやばいよ。何だっけほうき持った方がやったっけ。なかなかうっとしいよね。ほうき持ってたっけ。ルーチほうき持ってなかった。ちょっと調べようか。掃除機だったっけ。なんか持ってたよね掃除道具あれいや俺そんなとこまで見てないな。掃除機かほうきかどっちかだと思う。ほら掃除道具は合ってたモップもういいか次行ってということで地獄ウリエルにスポットを当てたいと思います、はい、イデアこれはルーチをパネルに踏まずにワンパンする強化ラインが大幅に下がったと先ほど言いました、うん、これ情報修正前だと紋章がですね対闇極みで対弱極みこれ紋章力7000必要なんです、うん、に攻撃力1万500、うん、これが同族過激 3種L と激臭過激 3種L の数字ですね。まあ線形でもいいんだけど、うん、ゴリゴリやね。そうここまでなってるとかなりのアドバンテージが持ってた、うん、要は紋章力7000ある人じゃないとアドバンテージがもらえなかった、うん、これが修正後になったら、紋章が対闇これ紋章力500でいいです、うん、で攻撃力が1万500、うん、これさっきと一緒です、はいはい、でプラス紋章力700あれば対弱も追加できます、うん、ちゅうことはだ、うん、むちゃくちゃ下がったわけよこれ。そうだね。例えばメインで、うん、まあ、ウリエル持ってませんでしたとか、うん、最近始めたばっかなんだけどウリエル持ってますっていう人とかはこれができるわけ。そうだね。例えば、サブからサブ紋章力全然ねえやっていう人で、うん、サブウリエル持ってたわっていう人はこれができちゃうわけ、うん、ピュッてつければいいだけだから、うん、ここれはねめちゃめちゃでかいっす、うん、このアドバンテージは。でまたさらにですよ、うん、ゲージでカウンターキラーを持つ上に友情に超強攻撃アップを持ちます、うん、だからウリエルを2体積む、もしくは爆発友情の獣耳ガールズを入れることで攻撃力を上乗せできます。おっていうことはだ、はあ、もうイデアはですね完全に崩壊しました。おみんなグリッターボールできるね。はえイデアでグリッターボール、えグリッターボールやろイデアの友情って。あ、そうお何を言い出すんやと思ってイデアでグリッターボールかますんかと思った違うイデアのクエストでグリッターボールを使うのかなと思ったんだけど、そうじゃなくてイデア自体がね結構使えるキャラクターだから、うん、この際にまだイデア運極じゃない人はちょっと頑張ってイデア運極にした方がいいんじゃないかなって思います、うん、はい、はい、その他の怖い大穴キャラ、うん、これが今回の動画のメインですよ。私はやったかやっとか、そんな言い方ある前置き長いね。違う違う、今のは重要な情報やんか前置きっていうか、これはこれで必要な情報やん。あ、そうか、大丈夫か痛かったで、光属性のアンチダメージウォールマインスイーパーのキャラクター、こちらに俺は焦点当ててます、うん、で、反射でいうとゴスとアラジン、貫通でいうとゼウスです。でこのキャラクターがなんで大穴になるのか、うん、これですねドロシーの重心化なんです。でドロシーがバランス型の重心化でアンチダメージウォールと超マインスイーパー M を持ちます、うん、でさっき述べたキャラクターの中でも圧倒的に怖いキャラクターが1体います。グッドストライクなんでまず1つが、うん、コネクトスキルで超マインスイーパーを持ってます。これが自身と種族が異なるキャラが2体以上。2つ目ゲージでバイタルキラー持ってます、うん、これ強いよね、うん、ここに対してまだバイタルになるわけだから、うん、3つ目友情がメインサブともに光属性。あー怖いね。そうだからちょっとねゴスト2体とドロシー2体とか積むんじゃないかなと思ってます。そうドロシー自体が魔王キラー L を持ってる、うん、うん、でゴッドストライクが、超アンチダメージボールのバイタルキラー持ってるから、はあ、まあ魔王キラー L まではいかないにしても、うん、うん、まあそこそこ火力は出せるかなと、うん、多分地雷の倍率高いと思うんだよね。どちらも超マインスイーパー持ってるし、だここでおそらくクエスト組まれるんじゃないかなと。でさっき言ったアラジンとかゼウスとかもこれ引っかかってくるから、うん、まあ、キャラクターはね揃ったなということでここに対して、うん、クエストが追加されるんじゃないかなと思っております。これ非常に臭いので、もしね、うん、ゴッドストライク持ってる方はちょっと厳選しとくといいんじゃないかなと思います。まあ、ドロシーもそうだよね、うん、うん、強いよねドロシー。ドロシー強いんだけど、そのドロシーに関しては線形の書がいるわけ、まあね、だからその線形の書を抑えるとしたらゴッドストライクで補う方が、うん、頑張った方が線形の書を消費せずにいいかなということで、うん、これに関してはちょっと推測なんですけど、うん、今までは本命よ。まあこれ大穴。うん、こういったね理由があって、ゴッドストライクはちょっと怖いんじゃないかなと思っております。はい、ということで、まあ、今回の動画はこれにて終わりますが、うん、またこういったちょっとした情報とかね、うん、皆さんお伝えしていきたいと思いますので、よければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。お願いします。ということで今回の動画はこれにて終わりたいと思います。それでは皆さんせーのいい夢見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。また今回も NG 動画だな。え？ネタみたいなの作ってな。別にネタじゃないよ。ん？気になったら何持っとるかはさ、ルーチ。あ、分かった分かった。ルーチなんだっけ。また NG 楽しみにしててください。たまらんといかんからね、まだまだ。今日言うやろ。そんなことないよ。なかなかたまらないんだから。すぐやわ。